どうも、ジェイスえー、今日なんですけどもね、えー、最近、まあ、あのー、年も暮れ始めて、えー、あと2ヶ月で今年も終わりますと、というようになった時に、まあ、ちょっと今年ね、どうだったかとか、ちょっと振り返るような季節にもなってきたわけじゃないですか。そん時にね、えー、僕が、あのー、今、ちょっと、うんと、親と、えー、気づいたことについて、ちょっと今日お話ししようかなというふうに思ってて、それが何かというと、まあ、タイトルでネタバレしてるとは思うんですけど、あれと、メンズの、 ファッション系 YouTuber。思ったより伸びてねえなと。僕はちょっとふと思ったんですよ。ふと思ってしまってね。あの年始、だから僕は今年始まった段階では、なんかもっと伸びるかな伸びるんじゃねえかと。ジャンル全体が。伸びるんじゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、思ったほど伸びてないなと。いうような感想を抱いたので、じゃあそれが、じゃあ実際どうなのかっていう数字と、あとじゃあなんでそうなんだろうかっていう僕の意見とね。 えー、なんかそういうところを、まあ、あのー、発信することによってね、まあ、皆さんの意見も頂戴したいですし、なんか、まあ、面白い動画になるかなとかっていうふうに思ったので、えー、そういった動画を出そうかなというふうに思ってますと。で、最初に言っときますけども、これは別にね、どこのチャンネルが伸びてないとか、誰が伸びてないとか、誰が伸びてるとか、思ってると誰が伸びてるとかね、なんかそういう、なんか、あのー、 話をしたいわけじゃないんですよ。ジャンルとして、このジャンルの行く末はどうなんだろうみたいなところを話したいだけであってね。だから、なんかね、こういうちょっとなんか、ラディカルな動画を出すと、まあ、バカがね、あの、またあいつはディスってるぞとか、何々さん、両松本がなんか物申してましたよとかっていうようなやつが出てきてしまうので、その辺はね、本当に、あの、そういうことは意図してません、全く。 な、いいか。だからそこの場が、あの、首刺しとくから、あの、こういう動画ちゃんと釘を刺しとかないと、本当に後でめんどくさいことになるので、そこは最初にちゃんと言っておこうかな、というふうに思います。そういう意図はまあ、ないです。はい。で、じゃあ早速本題入ります。前置き長くなりました。すみません。 で、えっ、ー、とー、まあ、そもそもね、これさっきも言ったんですけど、僕の感覚値としてのなんか主観が、あのー、起点となってるんですよね。うん、だから、もっと具体的に言うと、2018年の、の年が始まった時に、僕がじゃこのメンズファッション系みたいなジャンルの中で、えー、どのような青写真みたいなのを描いていたかというとね、えー、具体的に言うと、例えばですけど、まあ、トップである源氏くんとかは、あのー、まあ、年内ね、普通に七、七八十いくんじゃないかと。 70万、80万行くんじゃねえかな、普通に。行っちゃうんじゃねえみたいなふうに思ってて、下手したら100あるんじゃねとか、って思ってたりしたし、思ってると、あの、さらにはずむくんとかは、いや、このままの勢いで行ったら、普通に10、10万どこか、ね、20行くっしょと。20万くらい行く、行っちゃうんじゃねえかなとかっていうふうに思、思ってたし、えー、その当時ちょうどこう、ぐわーっと来てた中村さんとかは、まあ余裕で10万くらい行くっしょと、えー、いうふうに、えー、もう思って、 たんですかくいう私もまあなんかカスだったんですけども、えー、年内10万いきますとかいうなんかビッグマウスを発揮してたくらいなんでそれくらい僕は今年のは初めですね始まった当初はなんかこのジャンル自体がねなんかうわっとで来るんじゃねえかっていうなんかそういう期待感が僕あったしなんとなく皆さんもなんかちょっと思い返していただきたいんですけどなんとなくそういうなんか。 なかったですかメンズファッション系、なんか新しい人が出てきて、新しいプレイヤーも揃って、なんかこれから盛り上がっていくんじゃない面白い人出てきたねっていう、なんかこの感じうん。なんかそういうのがね、盛り上がりみたいなのが結構あったと思うんですけど、じゃあ実際振り返ってみて、今あのね、蓋開けてみたら、じゃあどうかというと、僕はその当初抱いていた期待値よりも、あれと、 あんまりなんだ、意外にあんまりなんだな、というふうに思ったんですね。で、今回は具体的な数字、えー、ちょっとお出ししてお話ししたいかな、というふうに思うんですけど、何を提示するかというと、チャンネル登録者数で今回は考えようかな、というふうに思います。一番シンプルにね。もちろんチャンネル登録者数が全てじゃないし、もっと言うとなんか視聴回数とかね、視聴時間とか、なんか言い出したら切りがないんだけど、まあ一番シンプルだし、なんか正確な、ね、 ある程度正確なデータが残ってて取りやすかったので、まあ、それが一番ね、ちょっと比較対象としてはやりやすいので、それでやらせてください。はい。で、もっと言うと、あのー、チャンネル登録者数の成長率ですね。成長率。あの、数じゃありません。数じゃありません。数でやると色々おかしなことになるので、成長率というね。えー、ので、ちょっとこう一律比較してみようかなというふうに思っています。はい。では、まあ、一応僕ね、朝勉強しまして、四大教頭四大教頭 今いるプレイヤーの四大巨頭のね、えー、地位の、えー、方々のデータをちょっとお見せしてえ、まずはちょっと全員お見せしようかなというふうに思います。はい、まずは。 まあもちろんさ、トップのね、ゲンジ君ですよ。はい。ゲンジ君は今年の1月1日の時点では、約30万だったんじゃないかなっていうふうに、えー、思ってます。あの、正確に何人かは、ちょっとね、人様のチャンネルなんてわかんないんで、約30万だったと思いますね。で、あとはなんか僕が調べたところに言うと、なんかその YouTube のランキングサイトみたいなのがあって、そこのグラフでも、まあ30万くらいだったんで、で、僕の記憶でも約、大体30万くらいだったらなっていう印象なので、まあ約30万とさせてください。で、えー、現時点11月3日、 で、えー、445,468人となってますから、成長率で言ったら148%、約150%の伸びですね。今、今年始まって今までで150%チャンネルの登録者数が伸びてるという、えーまあ、数字となっています。はい、次、えー、ナンバー2であるはずむくしですね。はずむくん。 君はずむくんは二千十年、今年の初めで約6万人だったのではないかなというふうに思います。えー、これなぜ、どう、何を根拠に言ってるかというと、まあ、はずむくんのツイッターをちょっと拝見させていただきまして、2018年今年の2月に8万人ありがとうございましたみたいなあのツイートをされてたんですね。で、確かその前の年のね、12月か11月くらいが5万人ありがとうございますだったんですよ。なので、その間で取ると、まあ大体6万から、まあ7万の間、まあ、6万人とさせてくださいと。まあ、この辺であんまりずれはないと思います。6万人くらい。 今年の初めでね。だったと。すると、えー、今年、今年じゃない、今日、今日ですね。朝の段階で10万1150人ということで、伸び率で言うと168%ですね。まぁ、あ、170%くらい。1.7倍になっていると。はい、次、えー、中村さんですね。ナンバースリーである中村さん。はい、どうぞ、ポン。えー、今年の初めですね、えー。1月1日の時点で約1万人だったんではないかなというふうに思います。 えー、なぜなら、あのー、う二千今年の、だから1月の20日くらいにですね、えー、1万人ありがとうございましたっていうような動画を出されてたんで、まあ、 今年のね、1月で、だいたい1万人、約1万人で、そんな大層のなズレはないだろう、というようなことで、まあ1万人とさせていただきます、シンプルにね。で、えー、今現在どれくらいかというと、44,143人なので、まぁ、あ、441%と、すごいですね。4倍になっております。はい、441%。そして、えー、4人目、えー、何を隠そう、私、りょうまですね。はい、ナンバーワン、フォーでございます。はい、私は、僕はね、あの、自分のチャンネルなので、正確な数字でお話できます。 え、1月1日に4657でした。カスですね。は <laughs> 4657でしたんでね。で、それが今朝だで、えー、今日の朝で27805で27805人。ありがとうございます。なので成長率との597の600%。素晴らしいね。松本さん、意外に頑張ってました。まあ、27805という数字は微妙でございますけども。 成長率で言ったらあ、結構奮闘していたかなというふうに思います。はい、これがね、まあ大体、あの、四大京頭のね、トップ4の,あの成績というかね、結果でございます。えー、見ていただいたらどうですかやっぱり僕はもっとい,いってるイメージだったんですよ。ね、さっきも言ったんですけど、源氏くんはもっといってるイメージだったし、はずくんもそうだし、中田さんもそうだし、俺もそうだし。やっぱりね、ちょっとなんか減速してる感があって、 で,で面白いのはあのランキングトップに行けば行くほどね成長率がちょっと下がってるじゃないですかねこれもちょっと面白いポイントでね源玄君トップが150次が17040040600ですからトップに行くと反比例してるっていうねでこれが何を示すかっていうところから僕の意見が始まります僕の意見ここから僕の意見ですね、はい、客観的な事実をもとにした私の意見ですけども 今言ったみたいに、ちょっと反比例してるっていうのは、結局ね、天井が見えてるっていうことなんじゃないかなと。だからもう天井があってさ、そこにもう現実がこう言ってるから、もう残りの伸びしろがさ、やっぱ少なくなってきてると。一方、俺なんかは、まあ全然だから、まだまだここにね、ね、なんていうの、過処分な。 ところがあるというまあ、食えるところが、耕せるところがまだっていうことが、さっき言ったその成長率とね、ランキングが反比例してるっていうのは多分そういうことで、まあ、そろそろやっぱり、メンズファッションっていうジャンルにおいては、なんかちょっと、天井が見え始めたんじゃねっていうのが、まずこう一つ、僕が挙げられる理由かなと、結構大きい理由かもしれないですね。だから もう、マーケット自体がどんどん大きくなってるんだったらいいんだけど、もともとなんかある程度しかなかったところを、だから椅子取りゲームになってるっていうことかなっていうところですね。椅子が増えないとあんまり <laughs>。まあ今後どうなるかわかんないですけど、まあでもそもそもメンズファッションっていうのは、 社会の中でも、まあ、まずね、メンズウィメンズ、ね、人口を二分にして、そのメンズの中でも服が好きとかっていう風な人になってくるさらにニッチなね、あの市場になってきますから、なんかやっぱそのニッチ市場ってなると、やっぱ限られてくるんじゃないかなっていう、えー、ところですね。本当趣味のチャンネルなって、かなーっていうのが、やっぱ一番でかいんじゃねーかなーっていうところですよね。うん。 じゃあどうすんのかと、今後ね。今後どうしていくんだと。どうして、どうしていけばいいんだと。いうふうに、え考えるとね。まあこれはもう完全に僕の話にします。僕のチャンネルの話。他の方々がどういうふうに考えて、どういうふうにアクションするかは、わかりませんので。まあ私の話、翻ってこれを見てね、私の話をすると、やっぱりね、あのー、 まあ、あ天井は10万かなと。僕のチャンネルもね。うん。僕のチャンネル自体は10万かなと。で、やっぱりそのね、各々のチャンネルでいろいろやってることは違いますけど、僕がやってることっていうのは、日チ中の日チかなっていうふうに思うんですよね。正直僕が上げてる動画とか僕が話してる内容っていう、なんか例えばで言うと僕が、なんかプラモデルとかを買ってる人が、ここのこのプラモデルの、このモデルの、ここめっちゃいいよ、この色めっちゃいいんだよなとかっていう話を、 してる動画を目の当たりにした時と、多分他の一般の人が僕の動画を見た目の当たりにした時と、抱く感情が多分同じくらいに、結構マニアックだと思うんですよ。カラーのこのパンツのここがとか素材がとか言われても、普通の人ってね、いや、ハテナって感じじゃん。だからね、やっぱりね、やってることは相当ニッチだから、まあやっぱ行ったとしても、10万。 かなと頑張って10万かなと<笑><笑>思ってます、えー、なので,でその10万に向けてどうやってやっていくかって言ったら <laughs> まあやっぱりねんバランスですねバランスも大事かなというふうに思っていてあの今言ってるようにこのニッチを貫き通すこれ大事なんですけどじゃそれだけやって,てあの広がりがあるかって言われたら多分またそうじゃないし、まあ、もうちょっとだからなんかんメンズファッションっていう領域を超えていかなきゃいけない気が僕はしてるんですよね。 そのなんかやってることは確かにメンズファッションなんだけど本質的に言ったらこいつ面白いじゃんってな,なれるかどうかとか人間としての勝負できるかっていうかなんかねそういうようなところに行ければ多分もっともっとだってマーケットがメンズファッションだけじゃなくなるわけですからあの面白いことがやってるっていうような評判のもと広がることができればね別にメンズファッションとか関係ないわけなんで。 そこですね。なんかそんなような気がしてて、まあおそらく2019年中にはまあ10万いくでしょう。僕は 10, 10万、今度こそはでい,いくと思うんですけど、ただまあなんか、あのー、まあニッチであるってことはまあ理解しつつね、なんか、いかにやっていくかっていうところなのかなーっていうふうに思いますうん。ただまあやっぱさっきも言ったようにね、天井もあるし、メンズファッションというかファッション業界自体も成長してる産業でもないので、 成熟産業の中でやるってなるとやっぱどうしても椅子取りゲームになっちゃうからと思いますっていう感じかななんか僕が、あのー、思うのはそんなところですよねやっぱりちょっと話戻りますけどなぜじゃああんまりね伸びなかったかって言われるとやっぱなんか思ったより早く天井が見えてきてしまっているっていうこと <laughs> とでなんかなぜ天井が見えてきちゃったかっていうとそもそももうね 刈り取られる草がもうないっていうか、で、草もどうも新しく生えるかって言われたら、あんまり生えてこないし、えー、メンズファッション業界自体、ファッション業界自体も、じゃあ盛り上がってるかって言われたら、まあ、成熟してるし、みたいな。ね、業界自体がもう盛り上がってなかったら、あんまり結構難しいよねっていうのが結論かなと思いました。なので、まあ今年の ね、まだ終わってないですし、あと2ヶ月くらいでね、どんな奇跡が起きるか、ネット上は何が起こるかわかんないので、まあ、正直わかんないんですけども、まあなんか現実的な話をすると、まあ僕一発信者としては、なんかそういう感想でしたね。うん。はい。なんか皆さんもどうですか意見ありましたらどしどしコメント欄でください。なぜ、なぜもっと伸びないのかとか、もっと伸びるにはこうしたらいいんじゃないか。うん。 そういうのがありましたらね、えー、ぜひ頭を一緒に、えー、悩ませましょうと。<laughs> 脳みそに汗をかかせましょうという話でございます。はいそんな感じですね。では。